2007年の中日ドラゴンズでは、2007年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。序盤は乱戦の波に飲まれながらも巨人に食らいつく。中盤以降は巨人との競り合いとなり、終盤に中盤まで不審だった阪神が追い上げてきたことにより、密度萌えになったこともあり2位でシーズンを終える。クライマックスシリーズでは、阪神、巨人相手に全勝し、日本シリーズ進出。 2007年の日本シリーズでも日本ハムを4勝1敗で下し53年ぶりの日本一に輝き前年の雪辱を果たした。前年オフにオリックスから対談し育成契約から支配下、登録選手へと這い上がった中村の弘の活躍が話題を集めた。投手陣は川上健進中田健一、朝倉健太が2桁勝利を挙げたが、 前年41歳で阪神相手に、ノーヒットノーラムを達成した、山本正がわずか2勝の誤算に終わった。救援では、守護神、岩瀬人則、セットアッパーの岡本真也、平井誠史、久本雄一、この年入団の浅尾拓也などのリリーフ陣の働きで、チーム防御率3位と検討した。打撃陣では、福留光介の途中離脱で、タイロンウッズのマークがきつくなったものの、 ウッズは35本塁打と102打点でチームに貢献し、中日に遺跡の中村治も20本塁打で手法復活を印象付けた。それ以外には、荒木正宏が31盗塁、岩田博和が23盗塁で走りまくり、チーム本塁打は121本で巨人と70本差の5位ながらも、盗塁数は83個でリーグ1位となった。ありがとうございます。